皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはソニーが新たに出すプレイステーションプラスの新プラン、プレイステーションプラスプレミアムには加入する予定はありますか？このプランには初代プレイステーション、プレイステーション2、プレイステーションポータブルのゲームタイトルがプレイ可能となっているのですが、それに加えて一部タイトルには新機能が追加されているようです。ということで今回のゲームニュースは、新プレイステーションプラスが日本除くアジア向けに開始され、仕様続々判明。特定タイトルには巻き戻しクイックセーブトロフィー機能あり。記事はオートマトンより引用しています。ソニーインタラクティブエンタテインメントは、定額制ゲームサービスプレイステーションプラス以下 PS プラスの新サービスを日本を除くアジア圏で開始した。最上位プランとなる PS プラスプレミアムでプレイ可能な初代 PS、PS2、PSP タイトルには、一部タイトルに嬉しい新機能が追加されているようだ。 PS プラスはソニーインタラクティブエンタテインメントが展開するサブスクリプションサービス。プレイヤーは加入することで一部タイトルのオンラインマルチプレイが可能になるほか、毎月新たに登場するプレイステーション4用ゲームや定期的に追加されるプレイステーション5用タイトルのフリープレイが可能となる。日本では6月2日から3段階のプランから選べる新しい PS プラスのサービスが開始される。従来の PS プラスは PS プラスエッセンシャルとなる。今までと変わらずオンライン機能などが利用できるほか、毎月2つのゲームがフリープレイとしてダウンロード可能だ。そして一つ上のプランである PS プラスエクストラでは、 PS4、PS5 の数百本の人気タイトルがプレイ可能となる。さらに最上位プランとなる PS プラスプレミアムでは、 PS3 タイトル、クラウドストリーミングや初代プレイステーション、PS2、PSP タイトル、クラウドストリーミングおよびダウンロードを含む数多くのタイトルを追加でプレイ可能となる。購入前にゲームをお試しで遊べるゲームトライアルなども利用可能だ。プレイ時間に制限あり、他のプランに含まれる全てのサービスももちろん利用可能となっている。そして本日 PS プラスの新サービスが日本を除くアジアで開始された。ユーザー報告によれば、配信されている多くの初代プレイステーション PSP タイトルで高画質化が実現されているとのこと。さらにクイックセーブやゲームの巻き戻しが可能となるメニューなど、新たなユーザーインターフェースも追加されているという。 PS プラスプレミアムでプレイ可能となる初代プレイステーション PSP タイトルは一部を除き単品購入も可能となっているようだ。トロフィー機能の追加については、現時点では一部のタイトルに限られるようだ。エクソフェーズによると、ワイルドアームズやサルゲッチュなどの初代プレイステーションタイトルにトロフィーが追加されていることが確認できる。詳細は以下の通り。サルゲッチュ、みんなのゴルフ、サイフォンフィルター、 IQ インテリジェントクーブ、ワイルドアームズ。なお VGC によると、現時点では初代プレイステーションのタイトルの一部がアジア向けにもヨーロッパ版パルとして配信されているようだ。パルでは垂直同期周波数が 50Hz となるため、アジア版 NTSC に比べてフレームレートがやや低下することになる。一方で鉄拳2やサイフォンフィルター、ミスタードリラー、エイブアゴーゴーなどのサードパーティタイトルについては NTSC に基づいているとのこと。ただしこれらの仕様が日本向けと同じになるかは不明である。 PS プラスの配信ゲームタイトル一覧も海外向けに公開されている。先日国内向けに公開されたラインナップにないタイトルもいくつか確認できる。 PS4、PS5 の対象タイトルとなるファイナルファンタジーシリーズ作品には、先日の発表になかったファイナルファンタジー 10.2 HD リマスターなどが含まれている。他にも
リマスタータイトルとして、バットマン、リターン・トゥ・アーカム、ヘビー・レイン、心のきしむ時などが配信されているようだ。さらに、ゲームトライアルの対象作品についても確認できる。ホライズン、フォービデン・ウエストのほか、サイバーパンク2077、ワンダーランズ、カラ・タイニー・ティナと魔法の世界などがお試しで遊べるようだ。なお、配信されるゲームは国、地域によって異なるとのことだ。本稿で取り上げたタイトルには、日本向けには配信されないものが含まれている可能性があるため、留意されたい。一方で、デッドセルズやセレストなどは、今回の海外向け配信タイトル一覧では確認できなかったものの、日本向けには配信予定である。地域によって提供ゲームが変わるという現象は、PS プラスのフリープレイタイトルのように、今後も起こり得るだろう。大幅リニューアルされる新たなプレイステーションプラスは、国内にて6月2日よりサービス開始予定だ。以上が記事の内容でした。それでは、ここでネットの反応を見てみましょう。これからゲーム始める人は、エクストラの恩恵でかすぎるから絶対加入した方がいいぞ。有名新タイトルがだいぶ網羅されてる。現在加入してまだ期間あるのに、別に全額の料金払わないといけないのか、足りない分だけ払えばいいかを知りたい。知ってる方いたら教えてほしい。日本以外の地域では割引で買った旧プランの場合、差額分も請求されるらしい。日本もそうなの？しかもエクストラプランで400タイトルがフリープレイできるっていう宣伝だったのに、実際に200ぐらいしかないって？ソニーさんよ、本気なの？このままだとお客様がマイクロソフトさんに奪われちゃいますよ。年がら年中ずっとゲーム付けならお得なのかもしれないけど、結局遊べる時間はそんなにないから、定額のゲーム遊び放題とか映画見放題プランってそんなにお得感がないんだよね。どっかへ引っかえゲームを買ってた人ならいいのかも。ついに来月から始まりますね。現在有効期限の残ってる人はプラス、エッセンシャル、プラスプラスナウ、プレミアムに自動継続。上位プランに変更する場合は、残りの有効期限に応じて差額分の支払いでアップグレードできるそうな。早くエクストラとプレミアムで利用できるタイトルを見たいね。以上がネットの反応でした。いよいよ来月から新プランスタートですね。皆さんは何のゲームタイトルが遊びたいですか？よろしければコメント欄に書いてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。